にちは、アームレスリングアーユのハッセマンです。今日はですね、 GoTo を利用して熊本、大分ロケにやってまいりました。でロケといえばですね、地元の愉快な旅行メンバーとよく一緒に行ってるんですけど、今回熊本は僕の祖父やおばさんや何人か知人の方や友人がおりますので、僕は前乗りして一日早く一人で来ております。やってきましたね、熊本。いいところですよ皆さん、ぜひ熊本来てください。で前乗りして早く来たわけなので、これから熊本のアームレスラーの方に会いに行きたいと思います。視聴者様からのプレゼントの動画あったと思うんですけど、熊本県のアームレスラーの方からトレーニング器具をいただきました。その方に今日は今から会いに来てでしょ。熊本のわざわざ空港まで迎えに来ていただいてありがとうございます。熊本のアームレスラーの江島選手でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はあの江島選手は1回 S1 に来てくださってですね、その時大変にお世話になってしまった。ありがとうございます。でまたあの LINE とかでも的確な筋肉に関するアドバイスを、くださってですね、実はあの今ジムのトレーナーさんをされている経営とトレーナー系ですね、はい、昔江島さんが27歳から32歳の時には JAVA ですね。 JAVA のですね、 JAVA の熊本で、はい、一応理事長、はい、理事長。いやすごい方に、今回お会いできました。でプレゼントも本当にありがとうございました。今日はちょっとまあ時間が限られてるんですけど、はい、ちょっとジムを、見させていただけたらいいなと思いつつ、で今江島さんがですね観光案内、してくださいまして、はい、熊本といえば小田栄一郎さんの出身地でございまして、なんとあのワンピースの三地蔵をこれから見に行きます。江島さんも初めてです。初めてですか。もうこういう時しか来ることができない。おお、これはすごいですね。なんか想像以上に、いやただゴールドですげえ、カメラが防犯カメラすげえ、わすごいなあ。これいいですね。おお、でかいですね。あこれ等身大じゃないですか。等身大ですね。でも等身大3時確か180ぐらいですもんね。80、そうですね。三地蔵に会いました。いやすごいですね。いやいいですね。でも本当大ファンなんで。おお。そうですか。なんか今日ちょっとあと、2つ回りましょう。はい、ぜひぜひ。はい。はい、行きましょう行きましょう。次はブルックを探しに来ました。この辺にいますね。いますいます。あ、いましたね。あ、やっぱ来てる人すげえ。ちょこちょこ来るんだな。ブルックゾー来ました。すごいですね。大きいですね、やっぱり。やっぱ等身大なんだこれ。すごいな。膝ついててこれですからね。でけえ。でかいっすね。ソウルキングのところですね。うん、そうですね。剣じゃないんですね。戦闘モードじゃなくて。ですね。ブルック像を見たので、お次はどちらに？次はチョッパー。あ、チョッパー。探していきましょう。いやー嬉しいな。ありがとうございます。もうワンピースファンにはたまらないですね。チョッパーです。やっぱチョッパーはトナカイということもあって、熊本市動植物園の目の前にいますね。おー。あのムキムキの状態じゃないですね。そうですね、やっぱ。やっぱりこの、ナチュラルの状態で。では最後ルフィ像がついに見つけたので見に行きます。熊本の県庁の、そうですね、ところですね、はい、お、いたいた。おお、すごい。今の時期このイチョウが結構いいですよね。そうですよね、ほんと綺麗ですよ。ルフィの前にちょっとすごいですね。イチョウが綺麗ですね。一応熊本のなんすかね、なんかなんとか熊本の木みたいな、変の木みたいな感じですね、はい、イチョウ。ああ、だからこの辺はイチョウがあったんです。そうなんですね。このイチョウのもう巻き木に染まって、 その中にルフィがいるのがまたいいですね。お、すごい、手形モデル、モンキーでルフィ。お、手形モデル、小田栄一郎さんも。そんな大きくないですね、手柄。ちっちゃい。あ、ちっちゃいですね。ちっちゃいっすよ。おー、来た。すげー。
ちょっと僕も当ててみます、うん、ちっちゃいっすよ。あ、ほんとっすね。ちっちゃいっしょ。ハサミはでかいっすね。手はでかいっすね。指長いっすね。指、そうっすね。すごいすごい。サムネにできそうっすね。おお、いい感じですね。石尾さんここに入ったら最高っすね。いやいやいやありがとうございます。すごいすごい。